スイブルスイーパーの G2 第2世代、これ使ってみました。それ使った感じはほうきです。それこれ掃除機みたいにバキュームで吸い取るんではなくて、このブラシをモーターで回転させて、それで真ん中の部分にかき集めるという、そういうものですよ。それ感覚的にはほんとほうきですね。掃除機で吸い取るというよりかはほうきで吐く。それを滑らすだけで行うという、そんな感じです。で、使ってる感覚は、ワイパー。ワイパーを使うような感じです。それ重さは、ほうきを2倍ぐらいにしたような重さで、掃除機と比べると、まあ当然軽いです。あと騒音がいろいろなレビューで問題になってますけど、まあ同じ部屋で赤ちゃんとか寝てれば起きてしまうぐらいの音です。ですので、夜使わずに昼間使うような感じです。あと充電式バッテリーは、このバッテリーユニットを取り外して専用の充電台に置く形になってます。ただ充電インジケーター、充電終わったってことは報告されないですので、それは感覚で見てください。あとゴミを捨てるときは、この本体の上の部分のつまみを押すだけで、ゴミが取れます。これは非常に楽です。ゴミ箱の上にスイブルスイーパーを置いて、そしてそこでノブを操作すれば、簡単にかき取ったゴミが落ちます。手が汚れないのでいいです。以上です。